彼女らはユニークな双子の姉妹だ。異なる性格を持っていて、異なる考えを持っている。そのうちの一人が怪我をしても、もう一人は痛みを感じない。彼女たちは同時に2部の答案用紙を書くことができる。しかし、運動するときは意外と一致して足並みが揃う。一人であるのと同じだ。これは双子の姉妹のアビとブルの日常だ。生まれる前に子供がこうなるとは誰もわからなかった。超音波検査でさえも検出されなかった。彼女たちが生き残る確率は3000万分の1に過ぎない。ほとんどの結合双生児は早死ににする。アビとブルはラッキーなごく少数だ。これは心臓が2つ、肺が2つ、胃が2つあるおかげだ。姉妹2人はへそ以下の臓器だけを強要している。生まれた時、彼女たちは実は3本の腕を持っていたが、真ん中の腕は短すぎて機能性がなかったので切除された。成長の過程で姉妹2人と普通の子供とは何の違いもなかった。家族は皆彼女たちを2人の単独の個体として扱っている。アビは活発でおしゃべりだ。ブルは内向的だが自分の考えをしっかりと持っている。彼女たちの好きなものは全然違う。これも2人にいつも意見の不一致による喧嘩を招いている。例えばぬいぐるみで遊ぶのか、あるいはパソコンで遊ぶのか。パソコンで遊ぶならそれまたパソコンの何で遊ぶのか。あとはどんな服を着るかとか。これらの日常の些細なことは彼女たちが一致して足並みを揃えてこそ最終的に合意することができる。姉妹2人は地元の私立学校に通っている。前例がないので、当初先生たちは結合双生児をどのように教えたらよいのかわからなかった。彼女たちは一人で体の半分を制御しているから、多くの場合調和が取れていて一人のように見えるが、時には別々に活動することもある。一人がやり終えたらもう一人が再度やる。それから先生はやはり彼女たちを二人として扱うことにした。ただ学費は 1.5 人分しかかからない。彼女たちは宿題を2つはやる。試験の時も同時に2部の答案用紙をやらなければならない。左手と右手は互いに邪魔しない。2つの頭も互いに影響しない。彼女たちの答案用紙上の答えはいつも異なるからだ。しかしこのような独特な優位性は彼女たちの不正行為を非常に容易にし、先生はそれをどうしようもない。姉妹2人は普段は全く異なるように見えるけれども、運動面では意外と足並みが揃う。バスケットボール、バレーボール、水泳、これらは彼女たちが全て足並みをよく揃えることができて一人で活動しているのと同じだ。彼女たちは相手がどこに行こうとしているのか、どんな動作をしようとしているのかをいつでも知ることができる。一緒に文章を書くことができて、共にメールを送ることができて、まるで一つの大脳を共用しているかのようだ。ピアノを弾くとき、姉妹二人はデュエットして、アビは右手でメロディーを弾いて、ブルは左手でコードを弾く。言葉を使わずに完璧に協力できる。しかし、実際には彼女たちは相手の体の半分を感じられない。例えば、ブルはネイルアートをしているときに痒みを恐れるが、アビは痒みを全然感じられない。ブルちゃんが病気になったら、アビも気づかないけれど、アビはブルに薬を飲ませることができる。彼女たちは胃を共用していないが、体内の栄養と抗生物質は互いに通じている。さらに不思議なことに、一人の腕が蚊に刺されて膨れたら、もう一人は痒みを感じなくても、意識して書く。アビとブルの成長はずっと順調だったが、彼女たちの発育に伴い、二人の背骨がひどく変形し始めた。このまま続けば、胸腔が陥没して、心臓や肺を圧迫する可能性が高い。だから医者は彼女たちの背骨を固定してから骨移植物を追加するしかなかった。このようにすれば肋骨突起を減らすことができる。手術は非常に順調に進み、姉妹2人も回復は良好だ。この発育上のアクシデントを除いて彼女たちの健康はほとんど結合双生児の影響を受けない。臓器の大部分が完全である以上、聞きたい人がいるかもしれないのは、彼女らは手術によって分離することができるのか。この問題は姉妹2人の両親もとても悩んでいる。手術ができるとしてもそのリスクは極めて大きい。最も重要なのは手術の後、彼女たちは必ず半分かけることだ。人工技師によって取って代わることができるとしても二度とできないこともたくさんある。だから姉妹2人は決して離れたいわけではなくて、彼女たちはただ正常に生活したいだけで、しかも他に選択肢はない。16歳の時、姉妹はわざわざ車の運転を学びに行った。彼女たちは分業が明確で、アビはブレーキとアクセルを担当し、ブルは方向転換を担当した。しかし、運転免許試験の時、彼女たちは、やはり二人扱いされた。筆記試験は、2部の答案用紙をやらなければならない。実技試験も2回受けた。もちろん、最後に彼女たちも2つの免許証を得た。姉妹二人はスリリングなドライブが好きなので、母親はこのことを非常に心配している。彼女たちは2組の目を持っていて、
理屈では普通の人よりもさらに安全に運転できるはずだが、違反運転をしたら一体誰から何点を引くのだろうか。この問題は多分発生してから初めてわかるかもしれない。全ての美を愛する女の子と同じように、アビとブルは買い物がとても好きだ。しかし彼女たちに似合う服を見つけるのは簡単ではない。2人の審美感覚が完全に異なるからだ。ブルは中性マトな服装が好きで、アビは色が鮮やかなのが好きだ。やっとのことで意見がまとまったが、服は専門的に直して縫製しないと着られない。最近姉妹2人は義母の家を訪ねた。義母は番組の中で彼女たちを見かけた。彼女は以前にも結合ソーセージを産んだことがあった。しかし生後2時間後、あの双子は永遠に息を止めた。だからこんなに元気で積極的な姉妹2人を見て、彼女はまるで自分の子供を見ているかのようだ。これは彼女に多少の慰めを与えた。出かけるとき、姉妹2人の独特な姿がいつも注目を受ける。こっそり写真を撮る人さえもいて、それは彼女らを非常に不快に感じさせた。彼女たちは実はみんなが質問するのを気にしていない。好奇心は普通だが、盗撮は尊重されていないということだ。番組に出演することを決めたのはそのせいでもある。彼女たちはもっと多くの人に自分たちを理解してもらいたいから。そうすれば異種だとみなされるほどのことはなくなる。彼女たちは互いに支え合い、互いに競争し、一緒に決定し、また一緒に喧嘩をする。彼女たちは他の子供と何も変わらない。同情や哀れみはいらない。ただ一つの体に二つの完全な魂が入っている。それだけのことだ。22歳の時、姉妹は大学を卒業した。当時彼女たちは長い間話し合って、最終的に2人とも興味のある数学教育学科を選んだ。そして順調に卒業証書を2枚もらい、さらに数学教師の仕事も見つけた。ただし2人で給料は1人分しかもらえない。アビとブルはずっと子供がとても好きだ。学生時代に彼女たちはよく家庭教師のアルバイトをしていた。彼女たちも将来何人の子供を産むのかということの検討を避けられない。思春期の時、姉妹2人は各自それぞれ好きな男子学生がいた。しかしどのように恋愛して付き合うかは彼女たちが直面する大きな問題だ。どんな困難に直面しても彼女たちが楽観的、積極的に向かい合えることは間違いない。彼女たちには親愛なる家族がいて、愛するべき友達がいて、さらに強い魂があるから。